こんにちは、夫婦サーティーです。バーミキュラライスポットクッキング。今回は低温調理に挑戦。茹でた豚肉を野菜やキムチと一緒に食べる韓国料理、ポッサムを作ってみたいと思います。料理を始める前に低温調理という言葉に馴染みのない人もいるかと思うので簡単に説明すると、低温調理とは通常の煮る、焼くといった高温の調理と比べて湯煎などによって比較的低い温度で時間をかけて熱を伝える調理法です。食材ごとに異なる最適な温度でじっくり加熱することで食材の水分や旨味を残し、しっとりと柔らかく仕上げることができます。それでは材料を説明します。豚の塊肉 500g、 動画では豚肩ロースを使用しています。塩大さじ2杯、にんにくすりおろし1かけ、生姜すりおろし1かけ、長ネギ青い部分1本分、水 800ml。今回もバーミキュラの公式レシピサイトマイバーミキュラに掲載されているポッサムのレシピを参考に作っていきます。下準備をしていきます。豚肉に大さじ2杯の塩を手でよくすり込んでいきます。大さじ2杯の塩って結構量多いなと思ったんですが、食べてみるとちょうどいいんですよね。しっかりまんべんなく豚肉にすり込んでいきます。保存袋に豚肉を入れて冷蔵庫で一晩から二晩置きます。一晩置いた豚肉がこちら。こんなに水気が出ています。豚肉を保存袋から取り出して表面を水で洗い流してキッチンペーパーで水気を取っていきます。ライスポットに豚肉、長ネギの青い部分、これは長すぎなのでポットに入るサイズにカットして入れます。にんにく、生姜、800ml の水を入れます。蓋をして95度で60分保温します。60分経ったら粗熱が取れるまで30分ほどそのままにしておきます。30分経ったので蓋を開けてみます。ネギがくたっとしてます。ゆで汁もいい出汁が出て美味しそうです。豚肉を取り出して切り分けていきます。中はどうなっているでしょうか。いい感じに火が入っています。お肉を手で握った時にプニッとしてるのが伝わりますかね。柔らかい。豚肩ロースなんで豚バラよりはやや固めで筋っぽいですが、じっくり火を通したことで柔らかくジューシーに仕上がってるようですね。豚肉は 5mm 厚くらいで切るのがベストなんですが、ちょっと分厚く切りすぎちゃいましたね。まあいっか。断面はこんな感じです。切った豚肉をお皿に盛り付けたら完成。豚肉をキムチと豆板醤と一緒にサンチュで巻いてごま油をつけていただきました。お肉は柔らかく茹でているから余分な脂も落ちて、これはいくらでも食べられる美味しさです。ボリューム満点なのにヘルシーって最高ですね。今回はバーミキュラライスポットを使ってポッサムを作りました。温度と保温時間を設定すれば、あとはライスポットにお任せ。プロ並みの低温調理が素人でも失敗なくできて、お肉も柔らかくジューシーに仕上がります。ポッサムは料理の手間がかからない上に、野菜も美味しく取れてヘルシー、食べ応えもあって見た目も華やかなので、自宅でのパーティー料理にもおすすめです。さて、次回のバーミキュラライスポットクッキングはデザートレシピに挑戦したいと思います。この動画が役に立った、面白かったと思っていただけたら、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。また、質問や感想があれば今後の動画作りの参考にしたいと思うので、コメントもお待ちしております。